トマス・ジェームズ・ビルサック、トマス・ジェームズ・トム・ビルサック、1950年12月12日体は、アメリカ合衆国の政治家。バラク・オバマ政権のほぼすべての期間中、アメリカ合衆国の有無長官を務めた。所属政党は、民主党、マウント・プレザント市長、アイオワ州上院議員、アイオワ州知事、第40代などを歴任した。 1950年12月12日、ペンシルベニア州ピッツバーグに生まれる。生後間もなく、捨て子となり、ローマカトリック教会の孤児院に引き取られた。1951年、バッドビルサック、バッドビルサックとドリービルサック、ドリービルサックの養子となり、経験なカトリック教徒として育てられた。ヨーフバッドは不動産仲介業と保険官入業で生計を立てていた。 ヨーボドリーは、家政婦であった。ピッツバーグのアズカ学校シェイディサイドアカデミーで学び、1972年に、ハミルトンカレッジを卒業する。ハミルトンカレッジでは、UI 会、デルタウップシロに所属した。1975年に、オールバニ法科大学院で、ホーム博士号を取得後、妻クリスティーンと共に、妻の故郷アイオワ州、マウントプレザントに移り住む。 そして、岐阜の経営する法律事務所に加わった。1987年、アイオワ州マウントプレザント市長に選出され、暗殺されたエドキング市長の公認として着任した。1992年には、僅差でアイオワ州上院議員に選出され、アイオワ州議会労働者の待遇向上を求める立法を提起した。 特に州税制上の優遇を受けた企業に対しては、従業員の給与や手当を改善するよう求めた。また、転職する労働者に対して、健康保険が切れ目なく保障され続ける、法制度を提唱し、州労働開発省の再編成に助力した。さらに、アイオワ州の地方軍に対して、メンタルヘルスにかかる費用の50%を補助する、法案を提起した。 1998年民主党からアイオワ州知事選挙に立候補する。4期16年務めた共和党の現職テリー・ブランスタッドが不出馬を表明したため、アイオワ州共和党は連邦会議員ジム・ロス・ライトフを擁立した。ライトフットは長期政権を握ったブランスタッドの公認として長期のある有力候補として扱われた。ビル・サックは 民主党予備選挙で、元アイオワ州最高裁判事マーク・マコーミック下し、副知事候補にサリー・ペダーソンを指名して、本選挙に臨んだ。ビル・サックは、本選でライトフットを僅差で破り、民主党候補としては30年ぶりに、アイオワ州知事に就任した。2002年、2期目を目指して、アイオワ州知事選挙に臨み、共和党候補のダグ・グロスを破って、再選を果たした。 2002年にスリーブン・グリーソンを首席補佐官として起用するが、グリーソンが2005年に辞任したため、ビル・サックは公認の首席補佐官にシンシア・アイゼンハワーを据えた。同年、ビル・サックは州知事としてアイオワ州発展評価基金を設立した。5億300万ドルを企業に割り当て州内の経済活性化を試みるとともに、 より収益の上がる産業を創出するべきだと衝動する。だがこのビルサックの試みはアイオワ州最高裁判所により意見と裁定された。これを受けてビルサックは基金システムの合憲化を目指すため議会で一部拒否権を行使した。ビルサックは所得税の引き下げと事業規制の緩和に関する法案の一部を拒否した。その代わりとして 州予算から1億ドルを予託金として拒出する案を提示し、アイオワ州議会は2004年の特別会期においては、ビルサックの案に合意した。かくして、アイオワ州発展評価基金は2005年末に復活することとなる。民主党内における、ビルサックの公的種、エド・ファロンは、ビルサックの基金プログラムを批判した。ファロンは、基金によって誘致された州外の企業は、 州内に基盤を持つ企業と異なり、他州により魅力的な金銭的インセンティブがあれば容易に離れてしまう新たな産業を創出する動機づけが乏しいとも指摘した。2005年7月、ビルサックは服役を終えた重犯罪人の選挙権は回復されるべきとする行政命令に署名した。アイオワ州法では知事の命令がない限り、 重犯罪人の公民権は永久に剥奪されると規定されていたが、ビルサックはこの規定に基づく公民権の復帰命令手続きを省略化した。2005年の通常会期においては、塩酸プソイドエフェドリンを有効成分とする医薬品の販売を厳しく規制する法案に署名した。これにより、当該医薬品を一般の商品棚に陳列することはできなくな、一般人は、 薬局の窓口から薬剤師を経由して購入することが必須となった。さらに、当該薬品の購入時には身分証明書を提示の上、記録台帳にサインをすることが義務付けられた。2005年5月21日には、アイオワ州でメダンフェタミンの使用を縮小することを目的とした新たな法律が発行された。2005年、連邦最高裁判所は、 ケロ対ニューロンドン市裁判において行政府による土地収用権の行使を容認する判決を下した。この判決を受けてアイオワ州議会は連邦最高裁判所の判決を上書きする形で土地収用権に制限をかける議決を行った。だがビル・サックは州議会の議決に反対しスラム街や廃墟再開発のために収容することを制限する規定は私にとって 重大な懸念事項だと拒否権を行使した。知事在任中は、全国知事会執行委員会に参加し、2004年に民主党知事会の議長を務める。知事生命工学パートナーシップ、知事エタノール会議、中西部州知事会議でも議長を務め、全国知事会のいくつかの委員会でも委員長ないし、副委員長を務めた。全国知事会では、 農場政策やエネルギー政策の策定に尽力した。アイオワ州知事としても農畜産物の海外市場開拓に尽力し、穀物を使ったバイオ燃料の普及を推進した。ビルサックは参戦目を求めず、2007年にアイオワ州知事を任期満了で退任した。ビルサックの知事在任中のほとんどで、アイオワ州議会は共和党が多数派を占めていた。 2004年11月2日の選挙以降は上院で民主党と共和党が等しく50議席を占めた。しかしながら下院は共和党が51議席、民主党が49議席で依然として共和党多数のままであった。2006年11月30日、ビルサックは2008年大統領選挙に立候補する旨を公式発表した。発表スピーチにおいて ビルサックはアメリカは偉大な国である。そして私は今手続きを開始する機会を獲得した。合衆国大統領に立候補する法的手続きの機会をだと述べた。選挙戦においてはソーシャルメディアを積極的に利用した。特にソーシャルネットワーキングサービスマイスプリースで事故のプロフィールや制作方針を提示し、動画共有サービス YouTube で バイラル CM を公開した。また、Facebook やブリップ、TV などのウェブサービス上でも選挙活動を展開した。ビル・サックは2008年大統領選挙でチャット型ポッドキャストトーク集を利用した唯一の候補でもあった。2007年1月27日にはトーク集を通じ民主党の指名獲得に向けた約15分間のインタビューに答えた。 2007年2月23日、金銭的な制約により選挙戦から撤退することを表明した。撤退後はバラク・オバマの支持に転じる。2008年8月12日、トークス州に登場し、今度はオバマの支持者として30分にわたって参加者からの質問に答えた。イラク戦争に対するスタンスは第43代大統領ブッシュに批判的な ものであった。しかしながら、米軍のイラクからの即時撤退には否定的であった。ビルサックはイラクで我々が敗北したとは考えていない。引き分けだろうと語り、人々は戦場に子供がいたという事実に動揺し、この戦争に終わりが見えないことに困惑している。これでは人々にこの戦いが平和主義のためであると思わせることができないだろう。人々は 最高司令官の信頼性や力量を疑問視している、と述べた。2007年12月5日、ビルサックはイラクから米軍の大部分を撤退させ、期限付きで北部地域に小規模な軍隊を駐留させる案を支持すると発表した。そして、米軍の撤退により暴力が横行する可能性があると判断される期間に限り、アメリカが イラク政府に介入することを認めるべきとも表明した。ビルサックはエネルギー安全保障に関する検討課題としてエネルギーの対外依存を大規模削減することと国内での二酸化炭素排出を抑制することの2点を挙げ、これらの実現のためエネルギー省を排してエネルギー安全保障省を創設することを求めた。エネルギー安全保障省には 連邦政府のエネルギー政策を監視する役割を与え、加えて現行のエネルギー制度の刷新を主導させるべきだとも主張した。ビル・サックはこのエネルギー安全保障省の創設により国家安全保障と経済力を増加させることができるとし、クリーンエネルギーの観点から問題視されないリーダーとしてアメリカをアピールできると述べた。2008年12月17日、 第44代大統領に選出されたバラク・オバマは新政権でビルサックを農務長官に起用すると発表した。直近二人の農務長官マイク・ジョハンズ、エドワード・トマス・シェーファーが共に農業州の出身であったことからワシントン・ポスト氏はアイオワ州知事を務めたビルサックを最も確実な当確者と評価した。ビルサックの農務長官氏名に際しては 勇気消費者協会が反対の意を唱えた。勇気消費者協会は2008年11月の起砲でビルサックを望まない農務長官候補として取り上げ、遺伝子組み換え作物を擁護するバイオ燃料主義者であると批判した。2017年1月20日のドナルド・トランプ政権発足を目前にした1月13日に突如辞任した。 1973年8月18日、アン・クリスティーン・ベル、アン・クリスティーン・ベルと結婚した。クリスティーンは、学校教諭の仕事をしており、その後、新聞のコラムニストになった。夫妻の間には二人の男子ジェス・ウィリアム・ビルサック、ジェス・ウィリアム・ビルサックとダグラス・ジェームズ・ビルサック、ダグラス・ジェームズ・ビルサックが生まれ、共に弁護士となった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。